さて、あ、これ分岐ですか。あー、天気いけばそうですよね。いざとなったら放送も録画も全部中断して雨具着ていくことになるけど、降ってきたら、これがあの運命の分岐です。あのどうでしょう的に言うとドンドンとかなるとこですね。だったっけ、確かそうだよね。虫が、あ、虫見えてます。このヘルメットの周りとかよく寄ってきます。好きな、まあ放送がどうっていうよりは雨が降ってくる可能性があるんですよ。この後これまっすぐ行ったら、あの湯田中の方に降りる道のはず。あと65キロ、2時半で残り65キロ。だから、うーん、え、9時 ?6 時間足すと、本当だ、9時だ。にしてもちょっと遅すぎるかな。一回ふもと降りて金具屋見てくれば。金具屋。ああ、あのあれですか、千と千尋の。さすがに遅くなりすぎたかな。冒険、いや、私日が暮れると結構目が鳥目だから。今度リベンジ。リベンジ。帰りも時間かかりますからね。え？え？いや、もうそれちょっと確認します。本気で走ってみれば。本気で、いや、まあ下り20キロだわ。アベレージ20キロ行ける人は行けるんですけど。頑張ってる、マジか。6時か7時ぐらいですね。天気予報もう一遍確認しようかな。そしたら諦めがつく。天気予報はどれで調べればいいな、こんなところの。普通に WNI で調べるかな。ウェザーニュースで、アンケートで、ふざけんな。そんなこと言ったら絶対危ない方になってしまうじゃないか。まあ面白い方なんですけどね。18時から雨予報だな。ん？待って。はどっちなんでしたっけ？それは湯田中。湯田中の方。長野です。ですかね。月曜はですね、仕事の予定表が。いや、ちょっと僕は明日です。さすがに。はい。なるほど。まあ私はあと津南駅 60% かかなりありますね。うん、まあ多分大丈夫だと思うんだけど、大丈夫じゃなかった時は大変面倒だし、あと今日は長野駅までで44キロあるので、ああじゃあ電鉄は輪行せずに行くぐらいで行きましょうか。まあ輪行してもいいですし、うん、まあ、時間はあるので。そうですね、市街地さえ出てしまえばもうあとは心配ない。31km、三冠馬はそうかも。あとさっきゴロゴロ言ってましたから、ほらゴロゴロ。いやで、あともう一回山向こうなんでわかんないですよ、これ天気。あ、天気、でもゴロゴロ言ってたから、うん、いやだからわかんないっていうのは、うん、まあそうですね。というわけで、秋山号はタイトルにちゃんとハテナとつけていた通り、秋山号には行きません。うん、蓮池。あ、ここ蓮池だっけ。確か前11年前に来た時はこの辺りのどっかのホテルで昼飯食ったんですよ。なんかパスタかなんか食ったような。ん？手押し、どこに？あ、なんか落ちた。え、今どうやって落ちました？あ、落とした。あ、落とした。お、またの、うん、あの天気がいい日に、時間的にも本当は早く行きたいとこですね。次回来た時は本当に中之条からやり直、まあ、草津の方からやり直すか。お、今ここからいらっしゃいませ。出てるんですね、じゃあやっぱり。か、湯田中から登って、渋峠に向かわずに、秋山号に向かうか。そっちの方がいい気がするな。そう、お楽しみ、後に撮っておくんですよ。そのあたり、行けなくて悔しいとかいう、そういう、
青い考えも超越してますんで、私とかは。飯山市パッキング早い早い。ホイールのセンターが出てない気がしたわけか。センターの話ですかね。あ、本当だ、なんか違う、ずれてるずれてる。いやでもね、これね、もともとかなりギリなんですよね。あ、なんかこっちから見たら1ミリも隙間ないように見えますけど。そうそう、この前降臨でしたっけ。降臨降臨、あれはまあこれと関係ない。上越に、上越にって離れてるじゃないですか、東京から見ると。飯山ってどこになるんだろうな、私は飯山の場所が分かってない。クイック、ちょっと待ってください。飯山はあれですよ、長野新幹線が延伸してて次の駅だから、ええ、こっちの方、湯田高よりも北の方、ええ、新潟長野県境みたいなとこ、うん、あ、本当だ、これか。あー、なるほどなるほど。ちょっと待った、今上越に抜けてほしいって言った人、一体あと何キロあるんですかそれ。そんなこと勢いで言わないように。んマウスコンピューター、あの飯山、モニターが安い飯山のあの飯山があるとこですかね、メーカーとして。そうかね、七尾なんか確か本当にそうですよね、能登半島の七尾の、虫が、七尾の前、青白菜っていうのも前夜祭の時にちょうど通ったな、七尾市。ん、何が、飯山ってなんか私、安い液晶モニターのイメージだったんですけどね、あのロゴ。飯山、そうそうそう、ただ飯山の方に向かうと離れる方向なんですよね、帰りの道からすると。まあとりあえず長野を目指す方向でしょ。そうですね、行けば下りなんで、うん、で、特に問題ないというかどうしようもないですね。もともと問題はない。あ、なるほど。飯山の駅は安くで、その千と千尋のモデルになった、なんて言ったっけ、ところで、Z さんのその白いバーテープに血の跡がついてるんですけど、血じゃないですか、これ。何かに立てかけたときに、何でしたっけ、電車、私はこれ、マウンテンバイク。うん。でしたっけ、ん、長電話は確かリンク無料です。11年前に来たときもそうでした。あ、そうか、神奈川、金具屋。さんに、あ、そうですね、Z さん。ライト、ブルベライダーの間では、超こだわりポイントですからね。光が1号っていうのに乗ってる人もいます。乗ってる人もいますっていうか、この間私、年末に一緒に沖縄走ってきました。あれで何キロあるんだっけ、ライトだけで。ですね、まあ、さすがに半袖いると涼しいぐらいかな。うん、この、そう、ホラフキさんです。この辺りはホテル街。滋賀ハイランドホテル。ハイランドにも程があるだろう。今ここ標高1500。雪上の方にいっぱいありました。私のツイッターの今日アップロードした写真でいくつかあります、雪が。私雨が。前麦草峠で痛い目にあったからな。あの時の降られ方、本当にひどかった。下山する時間が暗くなるかどうかっていうタイミングっていうのかな、雨宿りし続けてると真っ暗の中、雨の中が暗くなるってことになっちゃうんで、ある程度降ってても下らなきゃいけないっていう。うるさいわ。みんなバットモービルみたいな真っ黒い車に乗りやがって、真っ黒いマウンテンバイク乗ってる私が。かっこいい。今ですね、輪っかが5つついてるやつの車がたくさん通りましたね。でも車種は一緒じゃなかったな、みんな。そう、バットモービルっぽかったです。平たくて黒っぽいと私はそういう風に感じるんで。全長でシルバーに銀色だから。勘違いたちですね。アウディか。アウディでしたっけ、輪っか5つは。ハルエル、あ、なんかみんなして、モービルで聞かないな最近。音が大きい車バイクって、つまり赤ちゃんの鳴き声だと。赤ちゃんの。オリンピックだよな。オリンピックって確か自転車のブランド名だかメーカー名だかありませんでしたっけ。
なんだっけ、キットか、キット。うん。ティガー。しょ、うわ、なんか水しぶきが、こっちまで来た。ティガー1ですね。ヘンシェルですね。ビワ池ホテル、なんかこんなとこじゃなかったかな、飯食ったの。確かこのホテルじゃないかな、ビワ、レストランビワ池。スパゲティ食べた普通とか、確か昔レポートに書いてたんじゃなかったかな。ん？プロ。バッドマウンテン。ハイパーマーケット。ああ、あのスーパーありますよね、オリンピック。オリムピック。うん。ポルシェティガー、最近そのポルシェティガーとか、あと89式とかが有名になってますからね。でも実際あれの、あのアニメの戦車戦面白かったしな。戦車のスピード、走行スピードは全部嘘になってるんだけど。あとほいほい、パンフロネタ出てこなかったな、あんなか。スルーあたりのゲームの戦車ネタは出てきたけど、ここまで。ん？ 1万5000。メリット、あの、吸着地雷くっつけられないためですね。それだったら、人体の方がよほど面積広いな。ん？昔の戦車が？まだ白樺生えてるな。チェックイン。そうそう。あの、あ、そうか、吸着じゃないや、磁石でくっつけるやつでしたっけ。ツメリドコーティングが 対抗しようとしているものっていうのは磁石式の地雷なんでしたっけ。水、あ、あ、今のがビワ池ですかね。福岡のやつは何だろう、90式とかですかね。聖地巡礼、この間行ってきた。11月だったかな、行ったの。ただ、GoPro で録画が失敗してて、配信画質でしか撮れませんでした。琵琶湖は通過したことしかないです。琵琶湖大橋だかなんだか、真ん中、そう、綱を諦めました、時間的に。引退した。74式もそうですよ。あ、74は、どうだっけ。61式戦車は日本のやつは本当に実戦経験なしで引退でしたよね。大洗来ました。なんか最近テレビでもあのアニメの聖地になって盛り上がってるみたいなニュースで出てましたよね。あ、鹿児島、そうですね。そう、あっちの方の聖地巡礼私先にやってますから、決してあのガルパンでにわかでやってるわけじゃないんですよ。いや、どちらってにわかだな。クシラのあれも良かったよな。止まりました。ビワイチ。治った。治った。早いな。コメントだと続けてでしたけど。まあアニメのというか戦車系のネタっていう意味ですけど、まあアニメですね。あとあのアニメはなんだっけ、あのお色気シーンとかあの恋愛系とかのネタが意図的に省かれてるとかいう記事も見たけど、お色気なくはないだろあれ。お風呂シーン多いだろう。まあでも今あれぐらいだったら普通なのかな。ルーパス、あ、ありましたね。そうそう、あの出っ張ってるとこあるある。前レポート、自転車サイクリングレポートに書いた書いた。わあ、どのぐらい先なんだろう。でもやっぱこっちは急だな。ストパン、ストパンは確かあの24時間パンツ出てるアニメでしたっけ。あれ見てないからわかんないんですけどね。で、今なんてまた聞き逃しました。虫が入った。あ、この辺り確か遠くに滝が見えるとこだったっけ。あれは沢の方だったかな。うーん、まあ、いっか。それ、あ、それじゃない、これ
登るとしたらやっぱきついですね。私は11年前にこれ昔のマウンテンバイクで登ってますけど、ん？ダンシングの場所、いや、わかんないです。ダンシング今回あまりできませんでした。まあ今後ダンシングまた増えていくのかどうかによって、私の体が、あのフォームがそれが原因だったかどうかっていうのが分かってきますね。またバスか。結構路線バスたくさん走ってるな。ん？つま先ダンシング、まあしない方が本当はトータルの効率はいいのかな。渋峠はあの犬ワンちゃんがいました。ワンちゃん昼飯は食いました。向こうで食ってきました。あ、純万滝っていう、これが、どこなんだっけ。純万じゃない、関万か。あ、ウルオーの純とは違いますね。展望台まで徒歩1分、落差107メートル。これでいいのかな。こっち側にあったっけ。なんか私頭の中で蔵王の方のあの買った峠に登る時の、おおおすいすいすい、よいしょ。ちょっとじゃあ滝を押さえて、あ、わかりました。おお、虫か虫か。うん、フロントサスの自転車の中からメリダンを選んだんですよ。パタハイ持って、一分の割になんでついがいるんだ。ランシング、よ、ミステーション、戻って帰ってきたら、ここですな。今、いやちょっとあの砂利が浮いててアスファルトに、お、尺取り尺取り、誰人に引っかかる前に下ろす。うん、電波でも道から外れたらなくなるかも。いい、本当に1分かこれ。うん、お、どっち、四十四箇所かな。どこつかな。福岡で試乗できるのは74式だって、延長まで待ったら。あ、74式ですか。74式いいな。私あのフォルムは74式好きなんで、90式より74式の方が。あとあの赤外線投光器がついてるのがかっこいいです。あれミサイルポートとかじゃないんだけれども、あれか。これ杖いるか。うん、今慣れとかのネタ なんだっけ。おお、90式は角張ってますからね。なんかポリゴン数低いじゃないですかあれ。74式そうかな。あれです、見えますか向こうのやつ。あれで 100m 以上の標高差あるのか。写真撮って、この音かすかに聞こえますかね。ああ、湯釜終わっちゃいました。終わっちゃいましたっていうか、放送はしてませんでした。ちょっと電波あの辺りないはずだったので、といってもツイッターできるぐらいありましたけどね。1分ぐらいですね。杖があるから私は今用心した、あ、用心というかあの身構えたんですけどね。滝壺行かないっす。ていうかあそこに行くにはどう行きゃいいんだ。見に来て、まあまあまあかな。高さ390尺。そうだ。ブラブラブラ。ご信用か。ああ。この際、確かに杖でかいんですよ、これ。妙にでかい。我々は何なんだか。確かにこれ、クマが出た時に思い切り、ブラブラ。私はあの、モンティパイソンで実際にブラブラって言ってるのを見ましたね。あの、スパニッシュインクイジションのスケッチで。で、そう、モンティパイソンネタもなんかあの、ガールズ&パンツァーの OVA でそのネタが出たみたいで、急にスパムネタとかが
有名になってるんだよな、あれ。なんでもいっぱいそのネタが入ってんだ、あれ。入自転車紹介よろしくお願いします。入自転車、あ、忘れてました。了解です。福島県に幻の大滝という、私はモンティパイソンだと、スパニッシュインクイジションネタが好きですね。代表的なやつ。あとセリーウォークもなかなか。よいしょ。スパニッシュネタはどちらかというとうるさい。バカ歩き症。イギリスにはバカな歩き方を専門に研究している省庁があってですね。で、民間で研究している人に補助金出す出さないっていうのを、面接で決めたりしてるんですよ。というネタがあるんです。でもその足の、あれは足の動かし方の面白さ、実際に映像で見ないと意味わからんよな。何が面白いんだか。面白かったですか？まあまあ。まあまあ。まあまあ普通です。遠いですからね。設定で。サイクルリペアマン、私よく覚えてないんですけど、どんなんだっけ？自転車修理人。いや、そうなんですよね。なんか、じゃあこれで。ハエトリグモ号ってことにしようかな、どうしようかな。そうだ。ハエトリグモのヘッドマークを作ればいいんだ。Z さんは今、これぼーっとして、その靴が辛いってのもありますよね。ああ、今、まあ、いや、それはいい。お留守番しててくれたね、ありがとう。あと、ね、眠気もまだあります。バイシクルリペアマンがスーパーマンみたいに大げさに驚かれる感じから、当たった。はい。いや、なんとなく。アジレム、Z さん、ロボさんに騙されてはいけません。フレーム。ああ、そうそう、フレーム結構小さいんですよね。前のクロスバイクは若干大きなサイズだったんで、身長に対して。アンコージャージはあのワルパンのやつですよね。背中にあのキャラクターの絵が載ってる、あれはちょっと勘弁だけど。あ、GoPro どうかな。緑の自転車2世代前です。ルック車。あの安く見える分にはすごくいいんですけどね。盗まれにくくなる。でもこんなに今黒くちゃかっこよくて盗まれやすくなるじゃないですか。しかも XT とか後ろに見えてるし。ああ、でも本当にアンコーバージョンのやつは2種類あるんですかね。いや、でもどっちしろなそこまで染まってないよ。そこまでっていうか、戦車入れてくれよ。戦車ほど。またかい。あれはアウディじゃないよ。あれはフォルクスワーゲン。またかい。タイミング悪い。盗まれそうですよ。そうそう、バットモビル的なやつ。アウディと、フォルクスワーゲンが多かったですね。あとなんかよく見えなかった。ここか、ループ橋というか、あの出っ張ってる、張り出してる橋ですね。またでした。ループしてるんだっけ、一周してるんだっけ。休日もよっと出っ張ってるというか、こんなに公開になってたんだったっけ。これも11年経ってるはずですね。私、少なくとも私が前見てから。また走りやかよ、通報しましょう。いや、まあ、うるさいだけではさすがに。映像を公開しよう。映像を神様、ご覧になってらっしゃいますか。あ、ここですか。オリンピックに合わせて作るものなんですか、こういうの。一応全員黒なのがちょっと笑えるとこだよね。私も黒いけどな。ブラックエンジェルス、今のオープンデータやったよな。 GoPro ならナンバーわかるな。ナンバー本当にあの1080の元画像だと映ってると思いますよ、映像だと。観光地なのに。まあでもちょっと皆さん、あの叩きすぎ。本当に迷惑になるような、音以外ではそんなにでもないんじゃないかな。あれ綺麗。なんだ今のあれって。これ新緑の色してますね。
出っ張ってます。デジャブですか、あれですかね、あの前中部の方で行ったあのループ橋ですかね、あれ何バスってったっけ。ああ、そうか、柳沢峠もこれですね。柳沢の方は下の方にあの市街地見えてますけど、ここはまだ山しか見えないです。あ、向こうに見える、あっちの方が湯田中というか、あの湯田中っていうのはもっと大きなエリア分類でいうと何なんですかね。乗客に33地、うん、33地、あれなんで大和の方とか産地っていうんですかね、戦地、戦地と同じ意味、産地法って言いますよね、なんたら産地法。帰りは新幹線になると思います。うん、長野から新幹線ですね。こういう景色もあるのか。こういうのもあるのか。そういうのもか、あれは。山梨側だね。山梨側、そうそう。217円しかない。まあでも張り出してましたね。うん、時間的な問題で諦めることになるとは思わなかったな。やっぱり上り時間かけすぎた。いい自動車だと一瞬で。Z さんと昨日の夜話してる時には8時半出ていくらなんでも11時には渋峠に着くだろうみたいな話をしてたんですけど、そこから2時間半もずれた。あ、ループもっとした。あれまた狐だ。狐が通ります。あれ他のバージョンの看板ないな。見落としてるかな。入幹線、あったあった。このバリエーションが豊富な動物看板。センチは適正語だから、うん、震え声。センチは本当に？よっと。で、この猿のやつがちょっと中身がうまく合ってないというか、猿に餌をあげないでください、徐行してあげましょうっていう上下がつながってないんですよ、文字列が。この下の徐行してあげましょうっていうのは全部統一されていて、猿だけなんか上の方で餌あげないでくださいって主張してるせいで、なんか下の句と合ってないんです。下の句と。ここの何々がいますとか何々が通りますとかのという看板なんですけどね。まあ、馬ですか。厳しい人。え、猿は、いや、猿は今初めて映しませんでしたか。私が忘れてますか、もう。で、ループは下の方に別にあるんですかね。あったっけ。そう、要求って。かっこ。あ、そうか。草千里にいるの馬でしたっけ。まあ行ったんだけどな。白樺園地。他の看板は何々がいるから徐行してあげましょうっていう流れなんですよ。草千里は馬でしたっけ。そこから北側すぐ地獄谷だし猿多いだろうな。あ、地獄谷。あの猿が温泉入るとこですよね。で、金具屋、金具屋暇そうって下ってますよ一緒に。野生の馬微妙ですね。一切人間が変わってない野生っていうのは今まで私はまだ見てないです。うん、あ、フランスですか。ありがとうございます。ちょっとすっきりしました。ちょっとすっきり。トラウマ。フランスでしたよね。フランスか。お、フランス。Z さん睡眠時間はたっぷりとったらしいんですけど、なんか妙に疲れてるみたいです。
ん？猫。疲れたな。私の方は昨日結構疲れて、今日はそれほどまだ大丈夫なんですけど、また本も寝たか。ちょっと聞こえないよく。一緒に寝ましたよ、一緒の部屋で。私はいびきは気づきませんでした。 Z さんの方は私はそれなりにいびきかいてたと思う。酔ってましたね。小崎馬ってどこですかね。痩せいて、あ、そうだ、こんだけ下ってきてディスクブレーキはかなり熱持ってるはずですよね。ちょっと触ってみたいな。え、ちょっと触ってみ、触って熱いとか言いたい。やけどするかもしれないけど、どっかで止まるときに。うん？あ、風で、あ、どうですかね。それよりも物理的に接触して熱発生してるわけなんで。今宇和島って書いてあったな、バスに。宇和島って愛媛の宇和島かな。お酒に昨日の夜はちょっと酔ったかな。穴は、うん、感想、下りが楽、下りの握る力がやっぱり、なんていうんですかね、本当に引いた分だけ素直に効くので、握力は確かにあまり必要ないですね。1万2000。うん、居城仁王。リスクにして輪行に、ああ、ちょっと面倒なところはありますかね。あの間にストッパー挟まなきゃいけないとか。あと輪行の時に、キャリア、難しいな。何段階か話があって、キャリア取り付けるために私は内側からネジを出っ張らして、キャリア側で超ネジだけ止めればいいようにしたいんですけど、超ナットなんですけど、ダブ穴の位置が変な位置にあって、ネジは出したものの内側に対してもそのネジが出っ張ってしまって、で、輪行の時にエンドフォー金具とそれがぶつかってしまう。今日はよく輪行できないとこでした。かろうじてその微妙なずらしによってエンドコナーが取り付けられたけど、しっかりついてない状態だから嫌ですね。飛行機輪行とか不安だ。あ、ループ橋ですか。ディスクホグカバー、いや、カバーつけても別に今の言った問題解決しないんですけどね。まあでもあるのかな。折り合い、そうですね。一番私のその輪行とかのスタイルで楽なのはやっぱり V ブレーキだったみたいです。木漏れ日、ちょっと今薄日です。雲かかっちゃって。これか、名物ですね。自転車、細かい部分の寸法とか写真とかあんまりないんですよ。お、市街地見えてきた。これぐるーっと回ってるのか。ちょっと市街地見えるところで。で、まずは写真撮って。あれ、でもそこの市街地は、湯田中までまだ下ってきてないですよね。ディスクは旧型クスと相触しよう。ディスク旧型。ちょっと待ってください。そうそう、ブレーキ触るのが。
まあ触れるぐらいではあるけど結構暑いな。あ、でも予想したことむちゃくちゃな暑さじゃないですね。なんか手に焼き印されるような暑さではないですね。あとブレーキカスが出てないな。手の油、ああ、なるほどね。そんなにこれ、でもセンシティブなものなんですか？センシティブ。手の油がついただけで効かなくなったりするものなのかな？あ、ちなみにサイクル野郎って大昔の自転車漫画でサラダ油を自転車全体にぶっかけて走ってブレーキ効かなくなったっていう、でその挙句に崖から100メートル落ちて瀕死の重傷っていうネタがありましたね。そう、もうだいぶ暑くなってきました。金具温泉はどこ？金具屋で検索してみるか。車でサーキット走るわけじゃないから、そんな熱くなることないよ。ああ。早く油つくとわかるくらい息落ちるよ。金具屋。お、ロックショックス。もしかして金どうい具う屋。漫画ですか？わらわら。漫画、すごいの金具屋ですね。ああ、ちょっと道外れるとこにあるんですね。これが秋山郷ですね。秋山郷。市街 地。違います。歴史の宿金具屋。体湯かける理由がわああ、から本当だ。ない。なんか、ストリートビューがあるよ、ここ。ストリートビューがある宿屋さんって何すか、一体。わらわら。ロボさんん？リはリアルサイクル野郎ですね。アルサイクル、ありがとうございます。バイクでこ方の向音先、痴国も道できからちなょっくと脇て、道の方に行ったとこにあるみたいです早ね。く。エンドレスループ。なんでそんなこと表現「千と千尋のモデルの宿が国道からちょっと脇道に入ったあたりにあるみたいです。一応見に行ってみますか。ここから先、国道を、ええ、よその人全く入れてくれないと思いますよ。あ、本当ですか。入れない。寄りましょう。かなりお高せいや宿。な。お高い宿。あ、そうなんですか。宿1は泊4小万さ円。いな。まあ、どっちにしろ国道を避けることもできるので、それはのい、道船で。出ちゃってるよ。1泊まあ、1マジっすか、晩マジっすか。5000円からでございます。ん？ええ、いくらからっ飛べて？ているの何で万円発からっ生て？か。虫が結構飛んでるね。虫が、やっそう、ぱロボヘルさんメットの周りは、虫ですまよね。あ、汗かいてるとこでもあるので、虫寄ってくるんですよ。お高あと、なぜかレンズに寄ってくる。高く。そうか、見学とかできないのか。まあ、外5000から円です。あ、1万5千円から、4からか。泊3泊からで。か。うん、本当に3泊分ですね。我々の会話もループしてますね。ループ。うつるたがり屋な虫。あ、虫ですね、さっきの。こうやって走ってるとさすがに追いついてこないけど。ループ。本館と離れか。ちょっと、これブレーキかけてガタガタ今手に来てると。自分の視界が今ブレた。結構腕伝って振動が来てる。今写真撮るために片手で支えてたから。ループ。危ない。そう、片手であんまり下りのやると危ないですよね。そう、前差安心感かなりある。あとディスクブレーキ、本当に下りのブレーキングは楽だな。そこまでですか。まあでも中に入れるかどうかは別ですからね。まあ上っ面だけ見ていこうかな。上っ面無限ループのコード、いや、ロックアウト機能なかったです、前のは。前のマウンテンバイクについてたのは、ロックショックスの、なんだっけな、なんだかですよ。で、ロックアウト機構自体がなかったです。で、あ、そっか、ジュディ SL ですね、そうそう。なんで知ってんすか？なんで知ってんすか？え、草津が、なんて。そう、ジュディ SL で油圧サスペンションで、ロックアウト機構はなかったはず。で、私まだロックアウト機構使ってないです。ん？何を？ああ、風が。乗りにくい。あ、そうですか。ロックアウト、へえ。ジュディはそうですね。ジュディの上が何だったかな。私はその時パナソニックのオーダーシステムで、チタンのマウンテンバイクを注文して、
で、サスペンションは一番高いやつじゃないやつにしました。一番高かったのがあのクエアサスペンションの何かなんだっけ、 SID だっけ、 SID ここいいね。市街地になりましたね、山の中から。また靴下ネタか。平野、あ、SIDI で、CD でしたっけ？ SIDI はなんか最近シューズのメーカーで見たような気がしますけど、どっちが SID、どっちが SIDI だっけ？あ、そう、温泉街、あの場所は大体さっき、あの、Google マップで見て分かりました。靴の方が CD でしたっけ？うん、何が？タイヤはシュワルベマラソンです。重いです。鉄塔？神林温泉、ああこの辺りが地獄谷なのか。前ここ登るときに走ってるはずなんだけど覚えてない、全然。気温25度、暑い。さっきから空気が生ぬるすぎると思ったらですね。マラソン今のところパンクしてないです、本当に。まあ実績はどんぐらいかな、 1,2 年ぐらいかな。今日の宿は自分の家です。中山ゲストハウス、ゲストハウスなんていう定義は分かってないけど。でそこのところを右前方のあれ、あの道行けばその金具屋さんですね。天使、そうですかね。埋め込むのもなんかちょっと無理してる気が。あ、そう、いや私これあの、ま、1年越しに前のマウンテンバイクから移植しましたけど特に問題ないですよ。はい、あ、そうです。ああ、なるほど。こっちは旧国道らしいんじゃないかという話です。長野県のやめ、マジで県内ってもう今長野県ですよ、ここ。秋山郷のあたりがこの後豪雨に包まれると我々がこっちに来たのが正解ということになって、我々の精神的にいいんですけどね。秋山郷雨慣れ、中山ドック、中山ドック。あ、ちなみに前あのぶどう峠一緒に走ったあの野沢菜さんっていう人、あの突して来てくれて、ん、どこに乗りますか。野沢菜さんって人が昨日秋山郷走ってたらしいです。我々は今日そっちに行かなかったと。ピザは余熱で仕上げるんだよ。余熱で。昨日私は石窯焼きピザ食べましたよ。ん？あ、何見てないって。なんとかしてたけど見てないでしょと言われたのはどれだ。ピザ野郎にならなかったからいいじゃないか。このピザ野郎。黙れピザ野郎っていう空耳ネタがありましたね。美味しかったですピザ。うん、カメラヘルメットの上です。詳細は枠説明の一番下の方に書いてるあの機材の詳細の URL っていうのを見ると写真載せてます、どういう風につけてるかっていうのを。ぜひ参考になすってください。せっかく私があの まとめページを作ったから利用してもらえないとなんか作ったのが無駄になる。ん、この辺が何なって、で、この辺りでちょっともう井戸中までは下りだけのはずです。で、金具屋はどこだ、ちょっと待ってください。なすります、わら、なすり。確かここいらへんじゃないかな。あー、これの川の向こうだな。もうすぐ熱ですね。渋大湯って書いてあるんで多分そうですね。コンビニもうそろそろ出てくるんじゃないかな。でこう行ってこう行って川渡った向こう側、まあそ、うん、暑い、半袖したいですね。次止まったらもう脱いでしまおう。あ、止まりました。金具屋は入れないんだったらまあ外から見るだけ。あとはもうあれですね、千と千尋って外から声かけてダッシュして逃げる。渋温泉、石畳のある湯の
なんぬる湯の町でいいよな。野茂さんのまとめ力あるぞ。ミキじゃなくて私の昔の、あ、本当か、そうか、しまった、私そうドメイン変わったんですよそれ、あーしまった、そっか、直し忘れてました。この間あの私が契約してたドメインがなくなってしまって、サイバーあの cchp.dion.jp っていうのをこんなくなるのかで、どれあれあれ門屋ホテル、あ、金具屋、あれだ、また偉い登ったとこにありますね。僕は行かないですよ、あんなの。じゃあ、こっから撮っとくだけしますか。ここ橋かけてください。同じ高さの。おー、すごい落差あるな、ここ。ん？誰に？あ、職員さん、すいません。あれですね。まあ入れないだろうという予測のもとにあそこまで登り返していくの嫌なんで、ここからで見えますかね、あの朱色の屋根のやつです。あー、周りを見下ろしてて高そうに見える。1万5000円くらいらしいです、あそこは。なんかね、もっとすごいのがなんか聞いたことありますよ。あ、宿で、まあ、なんかね、別に公表されてるわけじゃないので、うちがモデルだ、うちがモデルだみたいな話になってるんだけど、あ、カメラだとよくわからない。ゼツさん、いや、別に機嫌、あ、長野、機嫌悪そうに言える。長野電鉄のバスか、あれ長野電、長電っていうのは。あ、これ上から見ないとわかんないな。あのバスの背中に長電ってローマ字で書いてありますか。川沿い、まあ金具屋には寄らん、あのわざわざ近くまで行かないとして、あれ行っても、まあ、あれですよね、川までは降りたってかな、ですかね、途中道の駅がありますけど、まあ寄らなくてもいいか、うん、こっち側の川沿い行きましょうかね、はい、こっちが楽しそう。秘宝館どうだろう、温泉街的に。そもそも秘宝館っていうのは、どういうところにできるものなの、どういう発生するものなんだろう。私が知ってるのは熱海と、あと、あそこ、淡路島の、淡路島の 何号だっけ、あそこ。そこから私も知りませんでした。あ、さっきのやつだ。すずり川ってこっちにもあるのか。いや、登ってくんでしょう。なんかありましたよね、途中に。え？途中にありましたよね、すずり川ホテルって。ありました？ありました。あと、あの熊野なんとかっていうのは僕がクラクション鳴らされたあたり。あのあたり、うん、大賀湖？あ、さっきの国道、そこでこれに合流する。だからどっちとも同じ。多分一緒ですよね。秘宝館は、いや、時間の無駄っていうのは、あの世の中のかなりのものに対して時間の無駄って言ってしまうことができるので危険です、それ。自転車で中に行くと本当に時間の無駄ですよ、うん、私たちは今時間の無駄を満喫してますからね。そうそう、あの人、価値観的なことを断定すると何事も危険だと私は思ってるんで怖いです。まあだいたいやることなんですけ ど観点変えてみると見るとどっからでも間違いになっちゃいますからね。ここは多分温泉街ですね。渋温泉って書いてありました。私、秘宝館は確かに私が行きたいかって言われると別にいいって言いますけど、秘宝館の存在意義が世の中でないっていうのは。ライトカメラとかありそうなの？ん？ライトカメラ？あ、ライブカメラ。あ、そうですね。この辺りライブカメラありますか、皆さん。検索してくださいよ。で、こういうところのライブカメラっていうのは、あの時間が、ああそうですね。モンハンにも温泉だな。モンハンに。ラジオ感はあれはラジオアクティブ感なのかな。ラドン的な。ああ、なるほど。あの秋葉原のあれじゃないですよね。ラジオ会館じゃないですよね。ラジオ会館もう閉じたんだったかな。で、金具屋はどこに書いてあるんだ、あれは上の方に書いてあるのかな。九番湯、渋大湯が立ち寄り可能。九番湯、渋大湯。ああ、そうか、風呂に入っていくという選択肢もあるわけですね。ここから長野までは、でもこの暑さだと、評価で馬の媚びとか言ってるんですか。ちょっとね、まだこうですよね。うん、まだちょっと入ってしまうには。湯田駅とかに行ったら運転に全然構わないんですよ。ん？
あ、湯田中。あ、湯田駅ってのあるんですか。わかんない。なんか多分あれって並行してないと思うんですよ。なるほど。帰れなくて、雨が降ってきたら最悪ですね。ああ、マイク離れた。ん？なんか Z さんが今会って言った。いやって言った。松代駅があるんですか？うん、で松代駅がかっこいいのと、あと、あそこ大本営跡が気になるんですよ。え、松代駅にの近くですか？大本営跡。なんか岩穴くり抜いたすごいでっかい穴。へえ。それ面白いんですけど、まあでも走行はできないし、あと長野の南か。ん？長野の北ならあれだったんですけど。あ、長野市より南側ってことですか？大本営。大本営跡がその辺に、長城の近く防空壕ってのがあるらしいです。それのことですかね？松代のは。あ、そうそうそう。大本営って東京にあったんじゃなかったのか、私知らなかった。おもろい、まあそうですね。渋はちょっと金臭い。へえ。金具屋って名前もこの金臭いお湯ってのに関係してるのかな。うん、バス輪行はあれかな、日野翔平さんのやつかな。日野翔平の来る旅の話だとしたら、あれ事前に許可というか、まあ許可かな、もらってるらしいですね。 Z さん何でも立ってるのね。何でも立ってる。で今私は半袖になりました。涼しい。移転が計画。あ、なんかその首都機能的な話ですか。首都機能というか、あのまあその大本営の司令部みたい、司令部的なものの移転ってことかな。作ろうとしたけど、ええ、出来上がる前に全然戦争が終わってしまった。あ、え、大本営を作ろうとした後なんですか、こっちの方は。町は移してはいないですよ、ね。ああ、じゃあ大本営移転予定地だったとこなんですね。風呂入って銀行、もうちょい先まで距離があるかなと思うんで。今はもう3時半か。長野駅まで行けば、まあ輪行的には楽なんですよね。大本営発表。まあ、ちょっとここだけちょっとまだ遠いかな。あの駅まででの？ここから入ってっていうんだと、もうちょい行きたいかな。この先、ん？長野、どこライブって？ライブカメラありましたが、見ましたが、空模様、ああ、上しか映ってないんですね。ライブカメラ。この先は温泉地はもうないのかな。あれ湯田中ってこんな線路になってたっけ。なんかあれなんですね、自然まだ走り足りないじゃない。走り足りな、私はいくらでも。かやの、かやの、地下積みの。あ、自然じゃないのか。これ湯田中の駅ってのは一旦ぐるっと回り込んできてこっちに来てるのか。あ、結構この辺り山あるんですね。で、長野駅はあそこか。あそこか。途中アップルラインっていうのがある。まあ、とりあえず、湯田中駅だったらもうこうやって風呂入っててもいいけど、安曇野。町代ってどれですかね。地図で差が、全然遠かったです。ああ、遠いですか。筑波川ってあとサイクリングロードありますよね、確か。ああ。筑摩川のサイクリングロード、市街地、うん、近づくことは可能じゃない。高くよ、それは大変ですね。何でしたっけ。あ、いや、だからそこそこ長野方向へ行くのは楽なんじゃないかな。なんか直行しようとすると途中に峠とかありますね。一旦ぐるーっと川沿いに回り込んでかな。あれですよね、国道的な方向で信濃竹原って方向を降りて、信濃竹原、信濃竹原。ん？ああ、今なんて。292と403が合流するところまでは、おりますよね、川沿いから。で、そこから、信州中野行って、はい。信州中野行って、県道29号。29号、29号。こう降りてきますよね。ねえ。で、
これ県道29号で川沿い出て、で川沿いに行って行けば、なんかここか、あれここ、あ、もうすぐですね。うん、うん、こんな感じ。まあとりあえず走っていきますか。うん、そう、温泉入ったら皆さん放送も終わるわけですから。まだ3時半、うん。でも天気的にはいつ降るかよく分かんないですね、これだと。で、そのルートだったら、まあ、駅はどこも近いと思うので、うん、ここ、やめぴでも全然。じゃあ、ちょっとこの辺り、なんか散策してくるぐらいで、湯田中駅まで 2.2 キロだ、ここ、電車を、まあ、それもいいんですけどね、地獄谷温泉は手前じゃないのかな、通ってきたところじゃないかな。おー、子供たちが遊んでる。車が来た。地図のイメージだからな、金具屋ってあの上にあったのは新館だったりする。降った後も入った方が良くない？雨模様だね。合わせマジもある。でももう食うのは最近なんかちょっと調子乗りすぎて食いすぎてるからな。今日も昼飯でえらいあの量が多いカツカレー食ってきたから。温泉街、温泉街してるね。温泉街、ここはなんか結構いい感じですね。あの草津に行った翌日っていうのもあるけども、なんか落ち着いたいい感じで、うん、まあ、この路面なんかは全部整備してあるんだけど、なかなか射的はどうかな。自然寺にはありますよ、スマートボール。伊豆半島のタルカステ、そろそろ金具屋ですね。え、花の屋？やっぱりあれだよ、新館と旧館とあるんじゃん。うん、あ、足湯だ。あ、あった、金具屋。ん、あ、これ？あ、本当だ、金具屋だ。外人が好きそうやな。外人が、うん、泊まっちゃいましょうよ。泊まっちゃいましょうよ。この辺りもまあ温泉街で旅館だから相場は結構高い、高いというか、まあ我々が狙うような安宿はあまりないんですよね。こっちですか？ん？あ、お、結局、いい、金具屋、うん、昭和チックな街並み。あれいいですね。これはいい温泉街、これか。睨んでやがる、こっちは。すごいな、結局来た、わら。結局なんか金具屋に来ちゃいましたね。見てる見てる。にゃんこ、昭和チックなお茶。猫か。いや、まさか。なんかなんか格好がかすごいですよね。かっこいいですよね。レトロで。ここ、これは新しい。で、こっちが古い方。建物すごいな、これ。補修とか大変そう。金持ちそうなおっさんが出てきた。昭和チック。いい。金具屋よりも猫。木造3階建て。金具屋。木造4階ですね。うん、4階建てですね。すごいな。さらにもう少し上にもなんかありますね。宿泊は1万5000円ぐらいだってさっきコメントでありましたけどね。すごく高かったはず。これは高いぞ。ただこんな宿泊まりたい。これはすごい剣物だな。あ、これ？にゃんにゃんを。あ、ロボさん今の足湯にライブカメラありました。足湯に。あ、足湯にライブカメラ。向こう？りょん、そうだね。設計した人と大工さんもすごい。あ、これか。釘は一本も使われていない。その造形があまりに似ていることから、千と千尋の神隠しのゆやのモデルになったとも言われている。ああ、なるほど。あ、あの猫の写真がある。ということはあの猫名物猫なのか。そこにですね、あの猫が写った写真があって、頭の顔の左上、顔の左上のところが黒くて、背中に黒いブチがあって、尻尾が灰色で、お顔は、あ、やっぱこいつだ。多分こいつだ、写真写ってたの。宮大工が作ったのか、組木。猫。伸びてやがる。金隠し。ヤホ。あざとい。誰猫。わらわら。歴史の宿や名前。ってことは、ただの野良猫じゃなくて、一応、あの認知されてる猫ではあるのかな。お出迎えですね。お出迎えですね。リラックスして見抜くんですね、こっちのこと。あざとい配信しよう。あざとい、すいません、猫だと稼げるので。リラックスし
わらわら。なるほど、地獄谷の猿かこれ。猫には吠えられないんですね。多分あれでしょ、うん、猫吠えたら、はい、奥に山の上の瞬間が立ってるのが感じなんだよ。ああ、金具屋の、うん、あ、無料卓球場、何これ中見えないミラー仕様になってるのは何で。宿泊客以外にはちゃんとそれ区別できるのか。豚恋会館、豚恋会館ってこれは今日はもう何キロ走った、無料生きているようだろう、うん、置物なんだ、ね、マジで卓球場だ、猫だ、やりましょう卓球。へえ。向こうの方になんかアーケードゲームが兄弟に1個だけ置いてある。なんだ、麻雀かなんかか。いや、レバーがあるから違うな、格闘芸系かな。これはなるほど、温泉卓球か。いや、まあちょっと行きましょうかね。なんでミラーしよう、これミニ朝市とかもここでやってんのかな、違うか、単に買ってあるだけか。なんかネタ結構多いですね、ここ無人なのに。まあこれはいつでも使えるってことなんでしょうね。てか車いっぱい入ってくるな。無料ですね。昭和日本だと温泉と卓球はネットなんだね、うん、温泉卓球、着物で卓球ですよね。1台しかない、処分。猿が来て果物等を持っていきますので店内にあります。なるほど、車みんな入ってきますね。こんな狭いところに車たくさん来るな。車駐車場あるのかな、ちゃんと。お、温泉まんじゅうありますね、ここも。そばまんじゅう、あー、温泉そばまんじゅうとかうまそう。八百屋さん、猿が持っていくから野菜は外に置いてないらしいですね。夜良さそうだね。これ無料の温泉なのかな。昔の温泉街の風情があるね。まんじゅう食おうぜ。それにしても雰囲気のいいところだ。これ有料なのかな。ジェラート食べよう。何も書いてないから無料っぽいですね。ちょっと設備が良すぎるようにも見える。よくこういうのがあるのは、ねえ、あの宿に泊まると手形みたいな。ああ、手形持ってる人だけっていう。総合食品、温泉まんじゅう買っているところないのかね。温泉まんじゅう、ああ、店頭で溶かしてるのあまりないですね。やっぱり猿が持っていくから。わら、浴衣散歩に合う街だ。ここは綺麗に整備されてますね。昔からのままではないんだろうけど、いい感じですね。浴衣散歩したいね。浴衣散歩は渋温泉ですか。うん、渋温泉です。三番湯、さっきの二番湯でした。手形がどうとか書いてるわけではないな。ツアーガイドのような知識の豊富さ。わら、ツアーガイド雑学が私ほぼないので。知識がすべすべまんじゅうがにも毒があるじゃないですか。なんか小さな道府温泉みたいな建物ですね、これ。あの、屋根というか、あの、出入り口の上あたりが。鍵島だったら、鍵を借りる的なの、ええ。あ、鍵が、ドアのノブのところの。面白いですね、ここ。競争激しそうだな。うん、競争、そうですね、密集してるからな。しかしここはマナー国の多くてダメなんだ。ん？あ、ネタ的にいっぱいありますね。新車、今のところあの下りがやっぱりディスクブレーキ楽だっていうのと、ディスクブレーキの弊害も多いです。サビル気味、射的だ。射的だが中は射的っぽくない。なんか倉庫っていうか置き場所みたいになってますね。あ、本当ですか。宿泊者専用らしいですよ、あの、ジェットさんが言ってた通り。おお、で、温泉街の川は魚とかが住めない。あれですね、あれですね。まあ、潰れたというか、どうなんだろう。射的屋さんで生計立ててた人とかいるのかな。マナーですか。振り返り、ああ、そうか、この間の4月末のやつやってないんですよね、バタバタしてたんで。まあ、今回のは明日以降やると思います。微生物の川、射的、わら。ディスクブレーキの変更、めんどくさくない？止まりたいわ。
おお。魚のいない川で釣りの古いタイプのパチンコと射的。こっちは実際今やった。おお。川温泉、そんなでもないですね。おお、射的。銃がいっぱい置いてある。やろうぜ。いいですね。やろうぜ。まあ、やってみてもいいんだけどな。ほら、もう Z さん行っちゃったから。なんかこういうとこ、撮影のために入るのが結構、精神的抵抗があって。ここは若い人に向いてるよ。あ、これもか。開花湯。このお風呂は鍵がかけてあります。ここはどのぐらい、宿泊一番安いとこどのぐらいなんですかね。場所的に面白いな。まあ、周りは普通の市街地なんだろうけど。人いない。なんか凝縮されてますね、この。Z さんの、またここにも風呂が。基本的に泊まった人たちが入れる湯がいっぱいあるってことかな、あちこちに。一回やってけよ。一回やちょっとやってみてもよかったかな。ペナントと木刀買いましょう。木刀ですか。木刀って、ペナントは昔から定番ですよね。木刀って、古そうな、あれどうなんでしょうね。どれがその新しく作られて、どれが昔からなのかが、ヌンチャクありましたっけ。お土産としてヌンチャクという定番は。温泉手形。ねえ、どっち行こうかな。新選組ですか。とりあえずこっちが細いから。まあ、これ買わずに。あ、欲しいのに。あ、でもなんか少し変な方向に来そうではあるな。まあいいか。武家屋敷、木刀ですか。木刀の土産ってまだ見たことないな、私は実物。あ、売ってるのは確かに見たような気がするけど。道が狭いから軽多いんだね。努力と根性のキーホルダーも買いましょう。努力と根性のってありましたっけ。ハイドロなんとか。ハイドロブレーニング現象じゃなくて OK ですか。ちょっと自信なくなってきました。でも一応先でつながってはいるみたいです。野沢温泉、野沢温泉はどこですかね。キューツの湯、キューツの湯、余計に登りましたね。ええ、ああ確かにそうですね。地下鉄の駅のホームから長野駅まで少し歩きますね。うん、そうですそうです。まあそこのところは長野駅に行った方が楽ですね。まあそんな大した距離でもないけど、町田よりひどくない。町田はひどい。いや、そんなでもなかったと思うんですけど。日光で。あ、日光。なんと、ペナントは何から始まったんですかね、あれ。ペナントのお土産っていう文化は。今ちょっと元気になってますかね。実手。よっと。お。このぺちゃんこなチョコパン食べます。食べます。いただきます。これあれですね、山崎の伝統のあれじゃなくて、セブンのやつですかね。しかしこれは山崎の。あ、じゃあ OEM 的な。自転車の補給食といったら、薄皮アンパンという文化が。何をいじるんですか。宮城はまだ部屋にあります。現役です。うん。あ、これチョコパンです。うん。甘い。うん。Z さんの下ハンドルのライトホルダーどこで買ったんですか。何がですか。あ、死亡性ですよね。射的してくれしてくれっていうコメントがあったんですけど、やってみてもよかったかなと思いますね。射的。
生きてたところで、ライトのホルダーが知りたいっていう話が、下半のホルダー、あ、下半のライトホルダー、あ、これは帰ったらツイッターに書きます。あ、ツイッター、 Z さんのツイッター、 DL エクストリームで買ってるので、ん、 DL エクストリーム .com、 あの中国の、ね、なんか通販サイト、うん、あのツイッター、 Z さんのツイッターで見てください。 Z さんは TZR6063。 あ、麦茶がへこんでる。あのバイク街とかで、ええ、バイク街、違うか、あの Z さんのツイッターフォローしてますので、あ、してますので、わかりました。あ、なんだ、フォローしてる人なのか。でこう巻いて、ええ、ライトをこうつけるやつあるじゃないですか。あ、 上につける場合ですね。で、これは90度曲がってないんですよ。ああ、なるほど。だからここをこうぶら下げて、うん、そんなこと言ったらフォロワー500人増えるよ、気圧か、何何今、気圧ですね。質問した人はフォローしてた人みたいです、すでに。トズワってヤマハの、ヤマハの、ヤマハの、でしたっけ。射的やってみてもよかったですね。どうなんだろう、店の人次第だもんな。気圧じゃなくて気温じゃね。ん、気圧じゃなくて気温は今どれの話でしたっけ。あ、あのこれか。いや、気温でそんな空気が膨張するとかいうレベルの気温差じゃないです。そうですね、下、あの周りが高くなったら中のものも一緒に高くなって膨らむはずか。うん、そうですね。まあこれ単純に気圧差ですね。2100m から下ってきたから標高差1500近く降りてきてます。すでに1400いくつぐらい。この辺りはまだ温泉街があるな。あ、温泉街というか宿があるな。志賀高原味噌、ね、うん、ちょ、まあ、腹はそんなに減ってなかったんで、まだまっすぐでいいかな、大丈夫かなこれ。でもここも温泉街だ。タイヤ細い、タイヤ 1.5 インチです。マウンテンバイク1は細いです。うん、小屋シースター、湯田中、湯田中駅はもうそろそろ着いてるあたりかな。明日控えてるから。ん？明日控えてる。仕事とかの話かな。そう、私明日仕事ですから。田中。あ、ここにも射的ゲームある。射的はやっぱり温泉街のステータスなんですかね。そう、懐かしネタとして。ストリップはどうだろう。草津は確かあるんですけどね。あと今時ストリップっていうのは儲かんのかな。ネットでこれだけ氾濫してる状態で。ん？ん？何が安い？花電車。花電車っていうのは、ん？なんかストリップ系の話なのか、それとも花電車っていうネタはストリップ系であるんでしたっけ？それともあの電鉄の話かな？前豊橋に行った時にはあのショッキングピンクとか蛍光色バリバリ使った装飾された電車が走ってましたね。路面電車が、あれも花電車じゃなかったっけ。降らしてくれる、触らせてくれるか。駅はもう長野駅まで行ってしまうかと思ってます。ちょっとまだまだ時間かかるかな。特急の車的に、うん、あ、ストリップ、ビール電車って何。あ、これは、あ、これ湯田中駅、こんなんだっけ。なんか頭の中の湯田中駅は、そして駅に風呂があります。あ、本当だ。これはここで輪行、風呂に入ってそのまま輪行できる。
まあそれもありですよ。あれはな、特急何なんか成田エクスプレスですね。ネックスじゃないですね。いやでもあれ多分払いさせる。あ、同じやつ。てかあれ引退しましたよ、ね。スープ見せるだけ。湯田中駅こんなんだったっけ。入ってそうです。あっちから見られるか。ちょっとよっと。あ、すいません。よいしょ。 NER はこれ何の略なんだろう。なんとかレールウェイか。猿マークがついてる。スノーモンキー。地獄谷温泉の猿か。最近は触らせてくれる。走り足りなかったら野沢まで行って輪行すれば。野沢はどこですかね。始発駅。これは成田エクスプレスの払い下げって今 Z さんが言ってましたよ。うん、始発駅、まあ、終着駅ですね。もうこのネクスないんですか。これは今引退したものらしいです。スノーモンキー。かっこよすぎ。ここですね。駅舎に駅があるんですよ。あ、駅舎に駅があるんですよって言ったか、今私は。そう、この湯田中駅は駅があるんです。じゃなくて、温泉がついてます。駅舎に駅がくっついてる。湯田中駅前温泉とか、駅中温泉じゃないか、これ。楓の湯って書いてあります。駅前もいいとこですね。165系。湯田中駅ってこんなんだっけ。なんかこんなんじゃなかったような。こんなんだっけ。湯田中旧駅舎文化財のなんとか文化財の登録って書いてある。うん、足湯ありますね。成田、いや、ここから成田空港行かないと思います。昭和2年長野電鉄平温泉開業時の駐車場変更が国土の歴史的景観に寄与しているものとして文化財登録原簿に登録されました。いや、私ここ前来たことあるんですよ。こんなんだったっけ。あ、それですか。セブンティーンアイス。残念な自販機。残念。ん、そう、一応駅舎の色に合わせてありますよ、自販機。ややオレンジがかったクリーム色。覗いていいのか。覗いて。あの、お湯は、あ、お湯は温泉あっちの方ですね。で、なんか足は盛況だな。入浴料大人中学生以上、300円。あ、300円安。小学生150円。いいか。楽中華では昔あったフルーティバニラが美味しかった。フルーティバニラ。反対側、あ、線路の反対側。300円らしいです、ここ。旧駅舎か。あんた風呂嫌いだね。私風呂大好きですけど。本日26日、笹風呂ですって書いてありますね。次回休館日6月4日火曜日。入りましょう、温泉。ここで入ったらもう我々はここで輪行ですね。ええ、もう一回乗る自転車。いや、どちらでも行けますけど。放送止めますよね。入ったら放送止めちゃいますよね。そうですね。まあ、放送はなんて二の次でいいんですよ。千曲川沿いとかちょっと行ってみたくはあるかな。うん、どこですか。千曲川沿いとかちょっと。ああ、サイクリングロード的な。あとはもう、そうですね。でもここでさっと入って4時半、さっと入ったら4時半で、長野駅まで30キロ。ああ、遅くなりますね。まあ、ここでやめるのかな。そうですね。もう少し走ろうよ。湯田中駅のこのネタを抑えていくのは結構重要だと思うから、終わりかな、ここで。はい、じゃあ、そう、迷うなら入ってしまう。都合のいい方向に倒す。じゃあここまでかな、今日の配信は。こっからだったら長野まで30分か1時間、1時間かかないですよね、多分。あ、そうです。時刻表はどん あ、じゃあ向こう側まで見てから放送終わらせますかね。迷うならお風呂入る。そう、配信は二の次で。お風呂入
でも動画は割と重要視して、あの今後も残すものなので、じゃあちょっと向こう側に回って駅舎見てからですね。実際ここまで、あ、長野まで30キロだから、今4時で私的なスピードで急いで行ったとしても6時は超えるよな。一応されましたか、うん、足湯で。そしたらまあ、あの湯田中駅の反対側の面構えを移してからですね。こっちはタクシーがあるのか。いや、こんなんだったか。いや、これは見てないな。こっちは間違いなくこの形は見てないと思うな。時間的にもいい感じですね。ダブル時間的にそうですね。肩の葉が浮いてるのかな。入浴構想も見ない。あ、5分で、あの残り枠の残り30分単位の5分のことか。パッキング、そうですね。実際にこれからパッキングして。で、時刻16時38分。市って書いてありますね。お風呂ゆっくりね。あ、ちょっと解説が小さくて読めない。16時38分。あ、いい感じだな。乗り換えがあるのか。長野駅じゃない。うん、中野駅だ。そのずっと市しかないですね。左下に小さく書いてあるのあれは、ちょっとデジカメで映せば言ってる。本厚木止まり。あれ市の左下に書いてあるのは米1。で、米1が信州中野で特急長野行き、特急長野行きに接続、うん、特急に乗らなきゃ接続ないってことですかね。長野電鉄の特急ってすごい安いんじゃないですか。100円とかじゃないですか。あ、まあ快速急行中野行き、まあいいや。1230円高い。え、長野まで、うん、中野で1230円。50分しか飲んない。50分で1230円。まあ大人ですから。長野駅まで走ろう。我々はいい大人ですから、ナイスミドルですから。わかった。ん、信州中野乗り換えなんですよね。そしたら風呂に入って、信州中野ってもう1駅か2駅だから、そこまで自転車で行ってしまって、そこから輪行の方は、時刻表の選択肢がおそらくそうでしょう、うん、ここが信州中野までが少ないんじゃないですか、これ。あの信州中野駅までは数駅しかないらしいので、じゃあ風呂入ってそこまで移動してから臨港ということになりました。スマートです。そうですね、というのは我々の都合のためであって、皆さんのこの配信の方には何の関係もないんですけども、今そこまであの問題かけ、あの予定を立てました。じゃあ改めて、初老ですから、初老ですからね。じゃああ、やっぱり停止、あ、できる。じゃあこれで走らせますね。じゃあありがとうございました。我々は風呂入ってから輪行して帰ります。電車代を知って俺だったら走り出すんだよね。走り出す。お疲れ様でした。ちょっと悩みましたけどね。とにかく風呂です。じゃあありがとうございました。パッキングはまた、パッキングは後でやるので今やらないです。じゃあありがとうございました。それではお疲れさん、じゃあ GoPro の方もこれでこれで止めます。ありがとうございます。コメントまだ流れてますけどね。配信が終了しました。じゃあ終了。あ、よっと、やっぱこっち来たか。よいしょ、よし、じゃあ終了。